皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、えー、Yahoo ニュースのニューとマークされている、いわゆる最新ニュースをお届けします。まずは、国内ニュースです。え児、ー、童虐待、20の自治体で不適切報告かということです。えー、隠してはなりませんね。はい。 次いきます秋篠宮家側近トップに元を警視総監ということでねえー、まあ未来の皇太子がいらっしゃる家ですからはい守っていきましょうということでしょうかはい次上川外務大臣女性感覚ご清 <laughs> すいません 女性三角推進へ新組織ということだそうです。この方、有能ですよね。はい。こんなことも、外務大臣でもこんなこともやるということでね。大変素晴らしいことだと思います。続いて、国際ニュースです。えー、北朝鮮、また巡航ミサイル数発発射とのことです。次、えー UNRWA への支援、EU は継続表明とのことです。まあ、アメリカが手が引くかどうかが、まあ、最大の焦点でしょうけれども、EU は少なくとも、えー、支援を継続するということですね。はい。次、えー、アメリカのキャサリン妃が退院、解放に向かっているということです。 入院なさってたんですね。<laughs> はい。よかったですね。退院されて。はい。次。えー、日本人拘束を正当化。えー、中団、つまり中国を訪れた団体は落胆とのことです。もう中国には行けない。これじゃあ。はい。何か他の航空会社使わなきゃな。 ロシアも使えないし中国も使えないどうしたらいいんでしょうやっぱりドバイ経由ですかね <laughs> はい次経済ですトヨタ食器に立ち入り検査国土交通省とうとう大本企業トヨタグループの大本企業にまで検査ということですねはい繊維の不正めぐりトヨタ4工場の生産停止だそうです、うん 困りましたね。えー、リプトン、なぜプロテインとコラボいや、別にいいじゃないですか。そんなの驚くことじゃないですよ。今、いろんなコラボが生まれてますから。はい。もう、今までは思ってもみなかったようなコラボが実現する。そんなに珍しいことではありません。はい。次、IT、犯罪に利用できる生成 AI、悪用に懸念。そうなんです。はい。 防御システムが必要です。ホワイトハッカーの皆さん、頑張ってください。次、Amazon、アマゾン、i ロボット買収を断念。i ロボットといえば、ルンバ、ブラーバ、私2つとも持ってますが、はい、これを買収すると去年発表していたんですが、EU からの激しい抵抗に遭い、買収を断念しました。 まあ私としてはどっちでもいい話ですね。はい。いいロボットを作ってくれればそれで構いません。はい。次。えー、楽天モバイル一部に解約料を請求へということですね。まあ他と同じようにやるということですね。はい。次。えー、価格です。えー、実験用猿の価格。コロナ前の5倍と。 ということで、需要が高まっているようですね。はい。えー、杉花粉の飛散、発生源に行ってみたと。まあ、すごい写真が出てますが、薬を飲めば大丈夫です。私が飲んでいる処方薬、ばっちり効いてます。はい。マスクもいりません。はい、次。スタップ細胞から10年、科学界の今と。はい。科学界の今。 そうですねはい、日本初の不正論文ということでね、はい、サイエンス紙もあぶり出す研究の不正処分が無効化されているということがかなり問題となっているようですはいこれは組織がかなりこう結果を求めるというものですから個人も まあ、やってしまうということなので、個人を摘発するだけでは不十分ということが言われているそうです。はい。続いて、えー、エンタメです。機関車トーマスに、えー、ディーン・藤岡ややす子が出るそうです。すごい面白いですね。はい。期待しましょう。はい。 HY の366日をモチーフとしたドラマが作られるそうです。いいですね。こういうね、音楽から映画。じゃあ、その曲はどこで使われるんでしょうかっていうのも楽しみですね。はい。次。中澤エサリサなんて読むんですかこれ。カンナと朝ドラで姉妹役を務めるそうです。頑張ってください。 次、スポーツ、水原氏なしで英会話、急成長の大谷ということですね。はい、次、えー、ドラゴンズの、えー、ドラフト1位の草くさ、さん、トミー・ジョン手術へということですね。はい、いきなりですか。はい、けど頑張ってください。はい。 割合は失格、ロシア側は同意できず、あなたは言う立場にありませんと言いたいところですね。はい。はい、そういうことですね。はい、今回のニュースは以上となりますが、皆さんはどんな、えー、ニュースに、えー、着目されましたでしょうか。そうですね。私は今回は、 児童虐待が20の自治体で不適切報告と。これでは対処のしようがありません。20の自治体ですよ。20人じゃなくて。はい。何人もの人がほったらかしになっているとも言えるかもしれません。はい。しっかりしてください。はい。問題を報告することはいいことなんです。はい。そして早めに対処する。はい。 大変なことになる前に対処する。これが報告制度の目的ですから、目的に沿った行動をしましょう。はい。ということで、今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。